じゃあ今日はまずですね、皆さんにこの四無量心についてお話をしたいと思います。これはですね、私たちが幸せになるとても大切な心であります。でこの四無量心という教えは初期仏教も大乗仏教も共通した教えです。まあ言葉書いたらですね、仏の心仏心を四無量心とも言います。我々が幸せになるにはこの四無量心、まあ、ギーヒーキーシャー、この心が、あれば何回生まれ変わってもね、幸せに生きることができる。まあ悟りを開くまではですね、この心をいつも保ち続け持ち続けることがまた悟りを開くにも大事でありますし、悟りを抜きにしても私たちがこの世で幸せになるにはこの心をしっかりと成長させていくことが大切であると、こうお釈迦様はですねおっしゃっておられます。四無量心といいますのは4つの限りない心と書きます。この4つと4といいますのは慈、慈しみの心。お釈迦様の時間に使われた言葉をパーリ語と言いますけどね、これパーリ語では慈しみの心をメッタと言われました。悲、これは悲しいという感じですが、私は哀れみとか憐憫とかいう言葉の方がいいと思いますね。相手の苦しみに同情してですね、苦しみを抜いてあげたい、悩む苦しみがなくなってもらいたいというですね、思いやりの心、まあ、字ならば友情、そして楽しみを与えてやりたい心、気ならば思いやりで苦しみが抜けてほしいな、苦しみがなくなってほしいなという心を言います。そして気、これ実はねだんだんちょっとレベルが上がっていくような感じで理解するのがいいと思いますね。まあ、これは正しい優しさ、本当の優しさをですね、4段階に分けて、説かれているんです。まあ、最後のシャアが一番ね、理解しがたい心なんですけどね。で、3番目が、喜。これは喜ぶという感じですけども、これはインドではムディタという言葉、同じキーでもピーティーというのもあるんですけどね、ここのキーはムディタと言いまして、相手の幸せを、自分のことのようにですね、共に喜んであげられる心。これ後でまた言いますけどね、これものすごいあなたを幸せにする心でございます。共に喜ぶ、相手の幸せを共に喜ぶ心。ムディタというふうに釈尊はおっしゃっています。まあ願い事がね、叶えられますようにという心です。で最後に4番目が舍と言いますね。これは日本語にもないし中国語にもなかったんで、まあ、この字を無理やり当てはめたんですけどね、お釈迦様の場合はウペッカーとおっしゃった。これなかなか訳しにくいんですけどね、平静な平常な、ね、静かで穏やかな心、全ての生命を平等に見る心、まあ、舍とありますからこれは当然執着を捨てた心なんですね。好き嫌いの感情、いわゆる煩悩から離れた、好き嫌いの気持ちを捨てた、無執着の心を言います。これを舍と申します。悟りの光が現れますようにという心ですね。まあこの4つの心のことを舍と言われています。でこの4つの心、これがあなたをこの世も未来も幸せにする心ですので、これをしっかりと育てていく。でこれをですね、次無量とおっしゃってね、これを限りない心とありますように、これはどこどこまでもあなたの心を成長させることができると。どこどこまでも欲や怒りならばね、ある程度この大きくさせたらね、もうそれ以上膨らむことができずに本人は死んでしまうんです。これ欲怒りでもね、怒りでものすごい起こしたら本当にね、もう血管が破裂してもう死んでしまったり、ちょうど自動車であればね、
アクセル押しすぎたらですね、もう急発進してどっかにぶつかってもう終わってしまう。煩悩ならば、無量で起こしたならば、もう命はもう終わってしまって、三幕道に落ちていきます。しかしお釈迦様はね、この慈悲喜捨に関する心は無量に育てることができると、ありがたいことをおっしゃっています。無量にどこどこまでも限りなく育てることができる。無量の大きな意味はですね、修行は生きてし生けるものはいっぱいいるから、この幸せになってもらいたいという心、これをですね、生きとし生けるもの全生命に向けるんだと。これが仏様でございます。で、仏教は全ての生命にこの釈迦と同じね、この仏の心になるように導くのが仏教なんです。で、この心になったらもうね、どんなところに生まれ変わってもね、いつも幸せでございます。で、この心はね、起こすことができるからね、全ての人に勧められます。まあ、スケールが大きすぎて、これを最初聞いたら、そんなことなんて起きませんというふうに思う人がほとんどですけどね。でも、そういう種を皆さんは持っていると、こう仏教では教えます。で、これをですね、現代の例えで言いますと、この例えが私はぴったりくると思ってちょっと感動したんですけど、この四無量心は今の現代社会で言ったら幸せの暗証番号と、この例えがいいと思います。まあ現代ならば ATM の時代でございまして、今銀行でもね、どんなものでも大体暗証番号が4つございますね。で、どんなに皆さんの銀行にね、お金がたくさんあっても、ね、この暗証番号を忘れたならば、ね、引き出すことができません。で、実は仏教を聞いている皆さんはですね、まあ、仏教を聞いている人限定かもしれませんが、すべての人にあるという方もありますけどもね、まあ、大乗仏教ではすべての人に仏性、仏になるため、幸せになる、種は持っているとしています。持っているんだけどもね、それは十分育っていない、また持ってたけどもね、いろんな事情があって忘れてしまったと。かつては皆さんはね、幸せな心を持っていたという言い方もしています。慈悲喜捨の心をね、全くなかったらこういう仏教ともご縁がないと思います。一応あの仏教では皆さんが今人間に生まれたということはですね、誤解を保った苦力があったとこう言われますね。まあ、いくつかのお経にね、皆さんが人間に生まれたのは誤解を保った力、これ蓮如上人ならばこうおっしゃるんですね。蓮如さんはね、御文章にね、誤解を保てる苦力とおっしゃってますね。皆さんが人間に生まれたのはね、過去世において誤解に匹敵するね、苦力、誤解を保てる苦力があったから人間に生まれた、まあ、これがあの仏教のね、一応あの前提としての教えなんですね。一応人間界はある程度ね、そんなに苦しみも激しくないし楽しみも多くないけどもね、誤解を保った苦力によって人間に生まれることができたとこう言われます。だからある程度はね、この心の荒屋敷にね、財産、心の宝はあるとこう言ってもいいです。でもこれがまだ十分に育ってないから幸せになれない。で、悟りを開くためにもですね、この4つの心をですね、しっかり育てていく必要があると。それでお釈迦様はこの慈悲喜捨の、まあ、瞑想、実践をね、すべての人に、教えられています。で、これがしっかりあれば悟りが開きやすくなると。また悟りを開くためにはね、やっぱりね、あの生まれ変わってもやっぱり人間に生まれてこなければなりません。ある程度あの幸せな境界でなかったらね、仏法が来ませんからね。だからこの慈悲喜捨はですね、あの全ての人間にとってとても大事なものなんです。で、これはね、ちょうど4つの項目がございます。で、ちょうど
幸せの暗証番号、今ならば ATM は4つありますからね、ね、ピッ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 ですね、4桁あります。これをしっかりですね、もう一度思い出して、かつて皆さん持っていた頃だと思いますので、これをしっかり思い出して、この心を成長させれば、皆さんは幸せになれる。で、あれ式にはどういう号があるか分かりませんけどね、一応、こういう方もありますね、皆さんは宝物をいっぱい持っていると、あれ式にね、悪号もありますが、善号力もあると。でもせっかくね、皆さんならば、この貯金通帳にね、お金がいっぱいあってもね、これをもうね、宝の持ち腐れで、引き出せない状態にあると。こういう例えが非常にぴったりくるんですね。この皆さんのね、借金や貯金はね、過去の善号悪号に例える。それは自分でしか使えない、人にもあげれますけどもね、自分の責任のもとで私たちは自由にねすることができる。で、皆さんのあらゆる式には過去にそういういいものもあったと、こういう教え方がありますからね。で、この心をしっかり育てるためには4つの暗証番号をね、しっかり覚えてね、これを育てていく。で、この心が成長すれば、過去のいわゆる貯金みたいなものをですね、しっかり引き出して幸せになりますと。だからこの4つの心をですね、もう徹底して育てていくのが仏教と。で、これがもしないならば与えてやるというのがまた大乗仏教であり、また浄土仏教にもそういう教えが、この教えが存在します。ないならば仏様が与えていこうとする。まあ、原則は自分で育てていく、でもなかなか自分では育てられないんで、こういう聴聞によって、ね、人から、ね、教えてもらうことによってこの心を理解して育てていく必要があると、こう教えられます。まず順番にね、見ていきたいと思いますが、まず最初、慈。これ慈の一義で、これはメッタと言いますが、慈しみの心、慈悲の慈でございます。この意味はですね、友情とか、まず友情という意味がございますね。友情というのは見返りを期待しない関係でございます。友人とか友達、そういう関係が理想なんですね。たとえ親子であっても兄弟であってもね、友情というもの、これが本当に純粋なものとしてね、仏教では教えられます。友情みたいなものが慈しみだと。言葉変えたら、幸せでありますように、余楽ですね、楽しみを与える、幸せになってもらいたいという心、この慈の心をですね、これ実は順番があってね、お釈迦様はですね、お経にね、こういう順番で広げていきなさいとおっしゃるんですけどね、まず私は幸せでありますように、まず私から始める。私抜きにしてね、人のことを思ってもね、心から念じられないんでね、まず私が幸せになりたい、ここでいいんですね。で、その後にね、自分のことが念じられたら、次自分の身近な人、親しい生命、親しい人々、身近なね、家族とか親しい人たちに対して幸せでありますようにという心を広げなさい。そして、それができたら、次は今度は全ての生命は皆兄弟、皆家族だというのが仏教なんで、スケールが大きいですけども、全ての生命が生きとし生きるものが幸せでありますようにという心まで育てていくと。まあ、この大きな3つの段階でお釈迦様は経典に書かれています。あとですね、この全ての生命に関して言うならば、これはオプションとしてですね、これピンとこないということで、言葉でもありますので、具体的にね、嫌いな人と嫌っている人に分けてまた瞑想するという方法をとります。まあ、自分が実際、私たちは我がありますからね、当然嫌いな人がいます。その嫌いな人も幸せでありますようにという心を念じることによってね、この嫌いな人の心がなくなっていくと、そういう効果が実は得られるんです。また私は嫌いじゃないのにね、向こうが私を嫌っている。で、私たちは嫌っている人から、嫌われたらね、
仕返しで、私はあなたが嫌いですと、あなたなんか苦しんだらいいとお言う頃がムクムク出てきますけどね、お釈迦様はたとえ私を嫌っている人がいてもね、そういう人の幸せを念ずることによって、ね、あなたの好き嫌いの気持ちが減っていく、なくなっていくと、こういう瞑想方法をね、お釈迦様は説いています。実はこれはね、瞑想の一種なんですね。瞑想というのはですね、まあ、いろんな瞑想があるんですけどね、これはサマタ瞑想といって、一つに集中する瞑想が慈悲の瞑想なんです。お経にはですね、40種類の瞑想が書かれています。これはまず心を幸せにする、心を集中して喜びを得るためにはですね、何か一つに心を集中することが大事。これがしっかりできたら、次もう一つヴィパッサナ瞑想があって、客観視する、ね、瞑想で悟り開くんですけどね、まずは心を一つに集中する瞑想が40種類ね、実はお経にございましてね、その中でね、一番万人におすすめされた瞑想がジーヒーキーシャーの瞑想なんです。これはね、個人でね、勝手にやってもね、副作用はゼロ。他の瞑想はちょっとね、失敗する可能性や、下手したらちょっとおかしくなることもね、あるんでね、指導者が絶対必要なんですけどね、この自粛者の瞑想に関しては誰がどこでやってもね、副作用ゼロで、失敗してもね、損失は一つもない。でこれはね、私はちょっと上田さんからみんな話聞いてもらいたいけどね、聞かない人でもね、これやったらね、結構実践したらね、効果が結構上がる。歴史上ね、一番多くの効果が上がっているのがね、この自粛者の瞑想なんです。もう他にもね、呼吸瞑想とかね、あるいは死体をその思い浮かべる瞑想とかあるんですけどね、ちょっとうまくいかない場合もありますけどね、これに関してはね、 100% いい方向に向きます。この良いことを思う、仏教にこういうこともあるんですけどね、心はね、言葉の方向に向かって成長するということがあります。私たちの心はね、無我と言いまして、実体がないからね、いくらでもね、変えていけるんです。心はね、実体がないから。気とも言います、仏教、機械の気とか言ってね。外からの影響によって、ね、実体がないからいくらでもね、努力によって、変えていけるんですね。で、心はいつもね、良い言葉を使うことによって、心を変えることができるのが仏法なんです。だから、できるだけね、仏教に正語と言いまして、正しい言葉ね、正語。正しい言葉を使うことによって、心をね、良い方向に育てていくという方法をお釈迦様は進めておられます。心は、あなたが使う言葉、どういう言葉を使うかによって、ね、もし皆さんが汚い言葉を使っていたらね、だんだんね、性格もね、悪くなります。逆にいつもね、綺麗な、優しい言葉をね、使っていけば、これ心もね、優しく、なっていきます。まあ、私も自分でもあれですけどね、昔はちょっとね、不良っぽいところがあって、やりな言葉をいつも使ってたら、本当にね、心がね、汚れてね、おかしくなったことがかつてありました。で逆にね、優しい言葉を意識して使うようになったらね、人格がね、仏のね、菩薩の人柄にね、変わっていってる、ちょっと実感もあるんですね。でいつも私はね、優しい言葉をね、意識で皆さんもね、使われたらね、人間もね、変わっていけると思います。これお釈迦様の教えですよね。これ初期仏教で言われる言葉ですけどね、心は言葉の方向に向かって成長する。どういう言葉を使うかによってですね、あなたの心は成長してきますよと。これを随念効果というそうですね。この念、これ瞑想の対象を念ずると言いましてね、何を念ずるか、日頃皆さんがどんなことを念ずるかによって、あなたの思想が変わっていく、ね。あなたの運命を変えるのはね、まさに何を思うかなんです。念ずるものによって変わる。普通私たちは、がと言ってね、俺が俺がというね、鬼ばっかり念じてるからね、みんな幸せになれない。鬼を思ってる、がを思ってる、俺が俺がという思いから離れて、この仏様の心、仏心ですね。これを念ずる、まさに念仏でございますが、念仏を実践することによって思想を変えていく、ね、生き方を変えていく、そういう方法が初期経典にも大乗経典にも
書かれてあった内容がこの内容なんで、私は今まで学んだ教えの中で私この話が一番好きというかですね、非常に感銘を受けて、ね、これで結構ね、人を変えていく大きな私は力になるんじゃないかなと私は思っております。心は言葉の方向に向かって成長する、随年効果がねこれ確かめられておりますから、この内容ね先日テレビ撮ったんですけどね、このミャンマーでもね、まあ、今ひどい国ですけどね、もう子供たちもみんなこれ唱えてるんですね。生きとし生けるものが、幸せでありますように、これシャクソの言葉なんですね。これ有名な言葉で、これをね幼稚園の頃からもう徹底してねみんなに唱えさせる、そして家族全ての人村人という感じでね、この順番でねみんなもうこれ丸暗記してるそうですね、向こうの国々の人は。これやはり私はいいことだと思いますね。スリランカならば小学校ではこれも全部ね暗記するように進めてるそうですよね。だからやっぱり日頃からこういう言葉を使ってですね、教育することは私は大事ではないかなと思います。話はすみません元に戻しますが、この慈しみの心、これがあなたを周りの人を幸せにしますから、ね、この慈の心を育てていく、私から始めて親しい生命、全ての生命と広げていく。次、悲。これは悲しみとありますが、これは訳語としてはちょっとね今合わないかもしれません。相手の苦しみに同情する、まあ、思いやり、ね、哀れみの方がいいと思いますけどね、哀れみってもちょっと合わないかもしれませんが、相手の気持ちを思いやって相手の苦しんでる姿を見ると抜いてあげたいという気持ちね、悩み苦しみがなくなりますようにという思いをカルナ、お釈迦様ならばカルナーとおっしゃった、悲哀れみね、思いやりの気持ち、バック苦しみがなくなりますように、これを悲と言いますね。まあこの字の場合はね対象はねちょっと漠然としておりますけどね、でこの場合はね実際苦しんでる人を対象にした、まあ、瞑想になりますけどね、苦しんでると対象にした思い、これ対象は一応ね修行なんです。修行、一応仏教ではね本当の慈悲はね全ての人を対象にするんです。本当の慈悲は自分の我のついた人だけというのはあまり良くないんです。どうしても我だからね他を差別する頃になるからね、理想は全ての人を対象にする、これが本当の慈悲なんです。でもすぐにはその心育たないからね、だからお釈迦様は順番にまずみんな我の塊だから私から始めて、で親しい人全ての人と、まあ、こういうような順番で、究極的にはね全ての人が幸せでありますようにという心が育つまでね、持っていこうとされています。でこれだんだん実はちょっとずつね優しさの4段階とも言いまして、ね、我々のこれ優しさをね4段階に分けて育てていく、これがね仏教なんですね。でこの3番目がですね悲と言います。これは、自分が喜ぶんじゃなくて相手の幸せを見た時に共に喜んであげられる、相手の幸せをまるで私の幸せのように喜ぶことのできる心を悲と言います。これをねムディタと言いますね。相手の幸せを我がことのように、これ我が強い人にはなかなかできませんけどね、まだ我をやっぱり弱らせる、ね、我をなくしていくためにやっぱり相手の幸せを自分のことのように喜べる、これかなりレベルが高いですけどね、普通私たちは嫉妬心がありますからこれはなかなか起きない心なんですね。まあでもこれはねとても大切な、この功徳をものすごく倍増させるね大切な頃なんで、まあ、これをね教えられます。まあ、こっちでもちょっと難しい感じしますけどね、だんだんレベルが高くなっていく感じがいたします。
でこの木の場合もね、相手はやっぱりね、相手が幸せな人を対象にしているんです。木の場合はね、苦しんでる人、まあ、ここはただ漠然としてる感じがしますけど、一応対象が あるんですね。心には全て対象がございますから、最初に尽くしにはただ、幸せであってほしいというね、そういう思い。火の場合は特に幸せであってほしいという気持ちなんだけども、ね、実際に苦しんでる人、悩み苦しんでる人に対して、ね、亡くなってほしいという対象がくっきりしてきますね。でこっちの場合はですね、一切幸せになっている人を素直に喜んであげる。まあ大きく世界で言ったらね、まあこれ苦しんでる人か幸せになっている人なんですよ。でも私たちはね、おかしなもんでね、この幸せになっていると見ると嫉妬心が起きてね、自分が苦しくなる人がいます。そんなことでは絶対幸せになれない。まあ極端な例言ったらね、半分は喜んでるかもしれませんからね、自分は全く幸せじゃなくてもね、相手の幸せを自分のように喜ぶ、これ有識の教えが分かればね、これができるんですね。まだこれができたらすごいのはね、この苦毒丸もらいできるんです。これ仏教で随喜善といってね、例えば相手の徳をね、徳なる姿をね見て、あなたってすごいですねと憧れることがあったらね、憧れるっている人の徳がね、自分のものになるんです。今で言ったらオリンピックの人たちは大体ね、素晴らしい選手をね、憧れとしてね、武家で言う信仰といってね、これ憧れる 対象を持ってみんな頑張るんです。そうすると憧れている人の徳が身についてね、やがてその人、内村さんはね、みんなそれと憧れてみんな体操選手になってますけどね、もう超えるような人になってますよね。だからそういう私たちは憧れの人を持つことによって、ね、そしてその、ね、喜ぶ心が自分の徳になってね、心を成長させていくんです。だからこの人の幸せを喜ぶ、またこれは人の徳を喜ぶことでもありますね、まあ、そうじゃない場合もありますけど、一番いいのはね、この木はね、相手の徳、相手の素晴らしいね、利他の精神とか不正の精神とかね、人のためにね、この見返りを考えずにできる人ってすごいですよね。そういう人を見習うだけでも、自分の徳になる。だいたい人間というのはだいたいね、いろんな人を憧れて尊敬する人がいてね、成長できるんです。自分に成長できる人がいなかったらね、心は成長できません。だから一番いいのはね、仏様、仏様はもう素晴らしい徳がお持ちであり、こういう仏様になりたいなというね、憧れの、これ仏教で四心心行と言いますけどね、誠の心、仏様の心に対して信じ憧れる、信じ敬う心があれば必ず仏になれる、こう教えられますけどね。人の幸せを我が事のように喜ぶ、それ相手の徳をね敬う心、それがもろにあなたの幸せ、あなたの心の成長につながると教えられます。だからこれもね、おすすめなんですね。でこれをあえて言うならば、願い事が叶えられますようにという言葉で置き換えてもいいと思います。でこの最後が一番ですね、ちょっと理解が難しい、仏様の頃でございます。舍と言われてますが、これウペッカーとお釈迦様がおっしゃってますね。ウペッカー、舍、これはね一番最上位に来ますからね。一見これね、生命に無関心な、なんか冷たいゴムの心と錯覚する方がありますけど、そうじゃありません。この舍はまずね、好き嫌いの執着を離れた、煩悩から離れた頃です。無執着の心だから舍と言います。だどんな生命もね、平等であることが分かった頃です。だから全ての生命を平等で見る心でございます。当然平静な、冷静な判断で、冷静な心で全ての生命を見ることができる。
あるがままの生命のね、実相を知ることのできる心を、者と言います。だからどんな人たちを見てもね、この好き嫌いのね、これアップダウンの心がないんですね。物事が正しく見える。で、すべての生命は苦しんでいる。まあ今までのまとめみたいな感じですけどね、すべての人が幸せになって、悩み苦しみがなくなって、幸せな人は幸せになってもらいたい。で、究極はやっぱりですね、究極の幸せはやっぱり悟りですからね。その悟りを開くこの過程においてですね、進まればならないのが、まず幸せを感じてもらって、今の悩み苦しみがなくなってもらって、あなたの願い事が叶えていって、この幸せになる過程を通って悟りの光が現れる。仏道というものはですね、本当の仏道はこの楽しい道なんです。楽しい道ね、心が明るくなって、ね、暗い心が明るくなって、ね、そして、幸せになっていく道、これがあの仏教でございます。第五の仏教にはね、楽より楽に入り、妙より妙に入りという言葉があってね、今明るい人はね、死んでからも明るい世界に行ける。今楽しい人は未来も楽しい世界に行ける。今心が暗かったら死んだ後も暗いし、今苦しい人はね、死んだ後も苦しい世界に行きますよね。これ道理ですよね。で、仏教では、今目を暗いね、これ目を暗いというですね、ほとんどの人は今暗い心を持っている。その暗闇を破って仏法を聞いてもらって悟り開けなくてもね、心が明るくなるように育てていくんですね。と、大きな一つの方法がこの自力者の実践でございます。そして今の苦しみね、相対的であっても、ね、抜いていく。今この楽はあの煩悩の楽じゃなくて、あの仏教で言われる楽です。煩悩の楽はね、優越感ですから、そうじゃなくて充実感ね、充実感、集中による楽しみとか、ね、この利他の利他が実は幸せとかね、仏教を聞く楽しみとか、いわゆる心の成長につながる楽しみを皆さんに勧めます。人生は苦なりではありますけどもね、苦なりのまま認めた上で、その中で仏道を求めることは実はね、心が明るく楽しくなる道と、こうお釈迦様おっしゃるんです。その方法としてこの師母良心が教えられる。これは救われる道程としてですね、これを心がければ、ね、幸せを実感しながら悟りまで進むことができます。だから悟りを開くためにはですね、これ抜きにして救われることは普通はありえない、まあ、たまにそういう人はあるとしたら過去世で多分悟ってるんでしょうね。普通はこの心をコツ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 育てていく。で、これがないとですね、やっぱり悟りはね、絶対開けない。またね、これだけでもね、あのお経にはね、4つの悟りのうちのね、第3段階までいけるという言い方もあります。ね、1段目が夜か、2段目がフライ、一ライか、3番目がフゲイかといってね、もうこのかなり高い悟りまで、これだけでも、いけるという言葉もあって、これ昔から非常に好まれてきた、特に初期仏教といってね、南インドの、上座部系の仏教ではこれが非常に重視されて、今でもね、これ当たり前のようにね、教えがね、あのネット見てもいっぱい出てますし、でこれは私はね、大乗仏教であんまり言われてませんが、これは大いに私たちはあの話した方がいいと思いますし、一番実感がしやすいと思います。で、このね、師母良心のこの話をね、分かりやすく瞑想の言葉で表したのはですね、よく私ももう丸暗記して英語でも覚えてね、よくあの口ずさんでいる言葉なんですけどね、皆さんに一応紹介しますと、こういう文章ですね。まずは、私から始めてね、私は幸せでありますように、で、私の悩み苦しみがなくなりますように、
私の願い事が叶えられますように、私に悟りの光が現れますように。 GC 記者をちょっと無理やり当てはめてる感じもしますけどね。これをまずここからまずスタートする。次に私の親しい生命や人たちが幸せでありますように、私の親しい人々や生命がの悩み苦しみがなくなりますように、私の親しい生命や人々の願い事が叶えられますように、そして私の親しい生命や人々にも悟りの光が現れますように、まあ、これをね、心を込めて読むだけでもね、穏やかな心にね、なります。不思議ですけど、一応仏教ではね、心はね、何でもいいけどね、一つに集中するとね、なぜかね、心がね、穏やかになったりね、落ち着いたりね、喜びが起きるものなんです。これ、心のメカニズムについて、お釈迦様説いてるんですね。ただ、一つに集中することはね、非常にいいことなんです。今に集中してますからね、過去の悔やみ、過去のことにね、心が奪われたり、ね、過去の後悔、未来の不安が消えるんです。ただ、今に集中する。ちなみに、悟っている人は、今しかないと思ってます。悟った人はね、どういう心境かといったらね、Now, Here, Self といってね、今の一瞬しか時間はないと分かってるんですね。これ、Now、時間は今しかない。いつもね、今で全力投球できてるんです。これが Now ですね。あと場所は、Here、ここね。ここしかないと思って、今を大事に生きるんです。そして、三つ目が Self といって、自分といってもね、一瞬の自分なんです。もう瞬間瞬間私は変化してますからね。ただ、過去のとらわれがないからね、煩悩が起きないんです。未来の不安もないんです。ね、今しかないと思ってますから。これが英語で言ったら、Now, Here, Self なんですね。常に今を生きる。これが悟った人。で、私たちもこの悟った人を真似をしていくことによって、煩悩から離れていくと思います。結局私たちの煩悩はですね、妄想といってね、妄想というのは何かといったらですね、心がね、未来に飛んでしまうんです。あるいは、心がね、過去に飛んでしまうんです。これ仏教で妄念とか妄想と言います。それで煩悩が起きるんです。で、煩悩を起こさない方法がね、今に集中することなんですね。ただ、皆さん家庭でもね、普段の日常生活でもね、今を大事にね、このね、しっかり雑巾で、ね、テーブル拭くでもそうですし、仕事でもね、今を大事にしていたならば煩悩はね、起きにくくなるんです。で、心が穏やかになるんですね。で、どうせ思うならばね、この4つの対象ね、この生きとし生きるものに、生命に対して起こすのがこの四無量心なんです。しかもこれ良い頃ですよね。ある意味一番の善とも言えます。これ以上の善はない。仏様の心だから。だから、この最高に良い心をね、起こすことによって、心を変えていく。ボンブではありますけどもね、仏の心にね、成長させていく。これが、このお釈迦様が教えられた、この四無量心というね、自死の瞑想。自死の、正確には自死記者の瞑想。自死記者の随念。これが正式な名称になります。でこれは瞑想対象ですから、これ、四梵住という言い方もします。四つのね、梵はこれね、清らかなもの。ね、四つの清らかなものに対してね、心が住する。四梵住という言い方もしますね、四無量心のことをね。まあ、何を対象にするか。これによってね、心の成長がまた影響を与えますから、いつもねこの4つが思えたら本当に心が変わっていきますよと、まあ、仏様の心に近づいていくとこう教えられます。で、話をまた戻しましてですね、まず、私から始めて、で次に親しい生命ですよね、4つ目は私の親しい生命や人々がにも悟りの光が現れますように。でその後に3つ目がですね、生きとし生けるものが
幸せでありますように、生きとし生けるものが幸せでありますように、生きとし生けるものにの悩み苦しみがなくなりますように、生きとし生けるものの願い事が叶えられますように、生きとし生けるものに悟りの光が現れますように、この用意とね、念ずることによってだんだんその心に近づいていく、この念、随念効果ですよね。私たちは日頃思っていること、これがあなたの心にもろに影響しますから、お経にはね、念仏三昧が一番いいとこう書かれているのはね、あなたの人格を変えるほどの力があるからです。日頃私たちはね、仏を持ってませんからね、鬼を持ってます。ガーですね、鬼、人を責める、ね、鬼しか大体思ってませんから、だから多くの人は幸せになれない。その念が念気鬼ね、この鬼を持っている心を変えて仏に変えていくね。仏を言い換えたら、私は慈悲喜捨でもね、この仏と置き換えて私はいいと思います。で、全ての生命に対して思うのが仏様ですからね。でもこれではまだピンとこない人のためにね、工夫されたのが、全ての生命をね、もう一つ詳しく説明するためにオプションとしてね、嫌いな人、嫌っている人を、掲げた、ね、私の嫌いな人、ね、私を嫌っている人、それを付け加えてね、嫌いな人も幸せありますように、嫌っている人も幸せありますように、嫌いな人の悩み苦しみがなくなりますように、私を嫌っている人の悩み苦しみがなくなりますように、これなかなか思いませんけどもね、そういう言葉を使うことに、言葉を発することによってこの心になっていくようにね、普通はないんですよ。これやっぱり鍛えないと、あれらしき、すごい習字がね、なければね、心はありません。ないからね、ある意味無理やりね、起こしていくということも言えるかもしれませんね。例えばスポーツでもね、全然運動してなかったらね、全然運動うまくなりますよね。昔は私野球やってますけどね、野球ではやっぱり毎日ね、素振りとかね、この投げる、これやってたら、ある時私なんかね、もう球がホップしてくれる数回あります。今も全然ダメですけどね、毎日ね、運動してたらね、この球が速くなったりね、あるいはそういう能力身につくんですよね。ただやっぱり訓練なんですよ、訓練、トレーニングね。だから仏教でね、名言則ではありませんけどね、バーワナーといってですね、お釈迦様はバーワナーとおっしゃったんですね。この瞑想のことをね、この慈悲の実践のことをね、バーワナーというんですね。バーワナー、お釈迦様の言葉ね、バーワナーね、これが瞑想に匹敵するお釈迦様のね、言葉なんです。このバーワナーはね、これ訓練という意味なんです。訓練、実践みたいな意味で訓練、つまり、ね、仏道というのはこれね、実践なんで訓練なんですね。訓練、英語で言ったらディスプリンですかね、ディスプリン、訓練、ディスプリンね、バーワナー、これを実践することによって、自分にない心でしたけどね、だんだんね、自分の心、自分の心になるように持っていくんです。そのためには絶対そういう人も必要ですよ。自信のある人がいて、その人がいつも自分に自由を与えてくれるとかね、そういうことも必要ですし、この教えを何回も聞いて聞いて学んで、ね、人からも自信をいただいて、自分もトレーニングして、ね、そういう訓練によってだん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 自分になかった心が、この自悲喜捨ですけどね、それがだんだん育っていくんだと。まだ皆さんには過去にね、そういう仏性が皆さんにはあったと思いますから、この訓練によってね、ぐーっとね、ひょっとしたら大きく出てくるかもわかりません。訓練によってバーワナーというね、瞑想、仏道修行、この訓練によって、この心は育っていくと、こうね、仏教では教えられます。だからこの心ですね、もともと皆さんある程度はあると思いますから、だからこの幸せの暗証番号ということでね、ギー、ヒー、キー、シャーと4つのね、この番号、
これをしっかりまず理解して、あとこの頃がね起きるようにね、もう起きなければ人からいただく、まあ、そういう人も皆さんの周りにはいますからね、この頃で接してくださる方がいますから、ね、ありがたくいただいて、また自分でもね起こせるようにこれを私は呼ぶだけでもね結構効果はあると思います、ね、くだらないこと思うよりもね、何もなかったら風呂で例えば読むとかね、時間があったらそれをちょっと読んでね意識してこれ音読する、この音読もいいそうですね。あの日本の歴史調べてみるとね、あの日本ではね黙読は昔なかったそうです。あの専門家に聞いたんですけどね、あの最近なんですね、音読がなくなって黙読するようになったの。昔はお経とかみんなね口でね声に唱えて読んだそうです。昔の人はこれ音読もいいそうですね。脳のボケにもいいですしね、自分が言葉をね発することによってね自分にもね跳ね返りますからね、この声に出して読むこともねいいことなんです。もちろん周りがねあの迷惑かけたらダメなんで、黙読ももちろんいいんですけどもね、もし周りに迷惑かけなければ私はあの口ずさむこともねいいなと思います。だこの仏のに我がつくのは私は悪いと思いませんけどもね、もうそれも我言われたらそれまでですけどね。でもやっぱりこの憧れ、この我が問題なのはね、あのなったと思うのが問題なんです。この憧れは努力してる状態ですからいいんですよ。仏様に憧れて信仰する、これはあの努力してる状態だからねいいんです。そういう仏になりたいなと、今自分はそうじゃないけどもね、こういう仏様の心素晴らしいなと、仏様を憧れの対象として生きるということはあなたを幸せにするね素晴らしいね生き方になると思います。だからこの教えですね、しっかり、まあ、胸に刻んでいただきたいなと思いますね。はい、じゃあ少し休憩入れたいと思います。